どうも皆さんおはこんばんにちは、レナードおとじゃです。ナイトクライ続きをやっていきたいと思います。見つけましたいやーね、何をしてもそのくっつけることはできなかったから、仮面を何か足りないんじゃないのと思って見つけたのが、これロードし直してるんですけど、撮る前にこれか、こっちだったよな。あれ、ちょっとレナードさん、こっち、これあったあった、ほら何かのチームが打ち捨てられている。これは瞬間接着剤か。どうやらまだ使えそうだな。一応もらっておくか。いざとなれば切り傷の応急手当て。いや、ああ、そうか。切り傷を塞ぐのに、瞬間接着剤で一気にくっつけちゃったわけね。さあ、この瞬間接着剤があれば、先に多分瞬間接着剤を壊れてる方のお面にくっつけて、で、かけらをくっつけると。やっとだ。オッケー。で、アップデートが来たみたいですね。いくつかその、いろいろ問題あったところが改善されてるということで。さて、戻って、はい、中入って、で、お面を手に入れれば、向こうが進めると。腕出てくるかな？あ、出てこない。ちょっと充電しとくか。念のため充電しておこう。ディレン、早いな充電相変わらず早いな。オッケー。で、瞬間接着剤を使って、はい、来た。これならどうかな。よいしょ、ぴったり合いすぎだろう、うん、完璧だ。これでなんとか使い物になりそうだ。信者の仮面を手に入れた。レナード自身に使うとかじゃなくて、どうしようか。これをどのタイミングで使うかが重要になってくると思うんだけど、ここでは使えなさそう。あ、ごめんごめん。普通に外出たいだけ。はい、出ました。さあ、お面を使っていきたいんだが、何も落ちてないね。暗いとこにあるものは、ライトを使ってないと選択できない場合があるんでね。来た。ああ、この焚き火が見えてたんだ。最初の方は確かあの人たち動いてたのに、もう動く、ああ、動いてる、まだ。あ、自分に使う、うわーみたいな感じにならないか、マスクみたいな。なんとかこれでごまかせるか。よし、遠目だったら、後ろ通るなら大丈夫でしょう。はーい、すいません、通りますよ。おー、バレてない、来てる。あれ、一体何してんの、マジで。手叩いてるけど、一人。意外とごまかせるもんだな。動いてるよね。こっちが、奥に行く感じですか。後ろぐるーっと回ってく。うわー、人が燃やされてるような選択肢が一瞬ちょっと。あお、ここら辺で止まらないと、もうちょい前か。うまいこと選択肢がクリックできない。難しい。こっちが奥行けばいいか。今一瞬出てた。あ、大丈夫それ、近づいて。あー、近づいてるね。
いや、おお、焚き火の周りをたくさんの仮面をつけた人たちが吊るされているのは乗客か、それともイカれた殺人鬼だ。確かにね、ちょっとライト当てられると厳しそうだね。オッケー、大丈夫だ。今他に使えそうな、こっちは後ろを通っていけば、なんかシュールだけど何もない。他になんか近づいて大丈夫これ。こんにちは。怪しんでる様子はない。そうね、体格服装を把握してるわけじゃない。そうだね、確かにどうやって統制を取っているのか。まあこれをつけていればもはや横を通ることができると。向こう側に小屋があるぞ、中に入ってみよう。お邪魔しまーす。あ、いや、外さなくていいんじゃないか、ずっとつけておけば。ほう、倒れてる椅子がきちんと直したくなるな直せばいいんじゃないか。他はライトをつけて、向こう側にも扉がある。誰もいない。お？充電スタンドか。あとは？これ入ってきた扉じゃないもんね。もう使う必要ないのか。こっちは？部屋か？あ、部屋だ。またガスボ。おお、2階に上がる。ことができそう。ロープがある？インディ・ジョーンズの真似事が必要かも。もらっとくか。オッケー、ロープゲッチュ。上に上がってみるか。あ、そこも。うわぁ散乱してますな、いろいろと。上上がって、よいしょ。誰かいるわけではなさそうだ。おお、お、ずいぶんここが綺麗ですな。エリファス・レヴィにアグリッパのオカルト哲学、ロシア語のもの、タイトルすら不明。フクロウが可愛いぞ。剥製かな。え、これはオーナー、まさか。狼の標本、あらま。下は、うお、すごい、ホルマリン漬けが。窓の外は何か見える？危ないんじゃない？それ危ないんじゃないの？何も？あ、いる。見張りがいなければここから降りる手もあるのだがな。どうしようか。ロープを使って降りられるんだけど、見張りがいるから、ドアも前に立ってるんだったらドガーンって一気にやってさ倒すことはできないのだろうか。これがただのドッキリだったらいいのにね。そうじゃないからな。あー、でもどう？
どうやってこの前に立ってるんだよな。あ、いるね。見張りがいたのか。これはどうするかな。あー、つけて出るとかは違うね。何かうまいことコップとかを奥に投げて窓からね。いやー、でも選択できるもんないな。さてどうするか。見張りが立ち去る気配はないか。どうしよっかな。とりあえずロープでここの空き缶とかを使って、ないね。もう一度上に上がって、上の本を投げるとかそういう選択肢はないかな。ギガンがビーカーの中でくるくると回っている。いや、もう完全にあの人じゃないか。あ、これは？はい、同じタイトルの書籍が。お？写したものだとしたら山さかな。いやー、持ってる可能性はあるよ。だってね。お？ほう。死の恐怖からの超越、すべてがこ、お？狂人の日記、あるいはポエムか。内容を理解しようとするだけ時間の無駄かな。どうしよっかな。ほう、年号を記されたラベルが貼られている。最近のものも混じっている。それぐらいか。ロープを使ってみるか。使えない。もう一回見ると、やはり見張りがいるか。どうしよう。違う。確かに。何が正解かな。同じでしょ。何か生徒たちにメールを。生徒たちへ。義眼の目をした、うんたらかんた、ビーベロに来る。ああ、義眼をしてる人見かけたら気をつけなきゃダメだよ、みたいなね。ポスト。学生たちも気をつけてくれるだろう。オッケー。それであれがこう、携帯を確認したらすごいけどな。生徒だった、みたいなね。それはないか。いやー、なんかないかな。本をうまく使う感じではない。これはよしとして、他、やっぱりなんか、気を引かないとダメだよな。
降りて、外へ出て、多分戻ることもできないんだろうな、今。ライトを当てた状態で何か、スマートフォン充電と、この机の上で何か、これ椅子だもんな。戻ることはできる。こっち側に何か石とかあればね。向こう側でライトを照らしているな。何かな、いいかな。これ以上行くとね、危ない危ない危ない、いる。なーにもないか。こっち行く際はマスクを、多分もう広場には戻れないよね。あっ、あーん、違うって、ごめんって、ごめんって、許して。ちょっと、ごめんごめんごめん、やめろやめろ。おっと、お面つけて出ればいいのにっていうのはダメ？ダメか。何か選択肢が出てくればまだわかるんだが、そこに立ってるもんな。ここでは使えない。もう一回見ると、相変わらず立ってるね。立ち去らないかな。ちょっと鼻かみます。はい、ただいま。何か使えるものは、くしゃみが。あっ、携帯があるぞ。え、ウィル・アンダーソンって書いてあった。ここで鳴らすのはまずい。やっぱりじゃあ学生の可能性がある。上に行ってウィル・アンダーソンの携帯を鳴らして、よっしゃ、いや、ウィル・アンダーソン？ないな。レナードの知り合いってわけではないのか。いや、ここで鳴らすのはまずいって言ってたから、一回その控えて電話番号とかをね。で、鳴らすっていう感じかな。よし、これこれ。ほう、ウィル・アンダーソン、乗客か乗客名簿。お、オッケー、
電話番号が登録されたから上に行って鳴らす。で上に行って、どうなんだろう、さっき焼かれてた人の誰かの携帯なのか、仮面をつけたうちの誰かがウィル・アンダーソンなのか気になるところだね。さあ電話をかけて、はい、来た。さあ来い。おお、反応してるぞ。オッケー、今のうち。あ、怖い、ちょっと。ロープを使う。ここでは使えない？はい。で、ロープを使う。ここでは使えない。待って。ロープ？あとはどうやってここを降りるか。なんか他に使うものある？関係ないか。ここでは使えない。小屋の中にってことは普通にお面をつけて横通って出ればいいのかい？いやー、このままそこ出たら鉢合わせになっちゃう気がするんだよな。ロープ の前に軍手？あ、もしかしてこの子をおもりに？そんな違うね。どうやって降りようかな。違うね。可能性としてはこの橋を向こうに持っていくとか。一回出てみるか。あ、どうも。あ、どうも。あ、ダメです。あ、まあ、落ち着いて。やめろ。ダメでしたね。あれ、ロープじゃないのか。まだ取り忘れてるものがあるとか。あそこまでは間違ってないでしょう。あそこからどうしよっかな。どうするか。スマートフォン上に持ってって外に投げて鳴らした方が早いんじゃないかな。よし、電話番号を登録して、この椅子を持っていけないか。ロープをくっつけるとか。違うね。外じゃないよ。中入ってここで鳴らすのはまずい。もうちょい上か。鉢合わせになるからここから鳴らして
はい、なりました。オッケー。で、中入ったでしょ。どうしよっかな。はい、これは読んだ。いやーねー、結構こう調べてたんですけど、東大元暮らしこれ選択できたおお、これは以前英国のコレクターに見せてもらったことがあるな。確か栄光の手と言ったか。城を研究隊、お、手に入れた。何なんだろうな、これで降りられる。ここでは使えない。あれれれれー手に入れたはいいが、まだ降りることはできないな。あとはどうやってここを降りるか。この手は使わないだろ、さすがに。他はちょっと一個一個判定があったり、椅子とか。うまくはしごを使うとか。ロープ、先輩お願いします。無理です。戻ってまいりました。ただいま実はマイクをオンにし忘れたのでアフレコしております。で、ロープをね、柱、この横のね柱にかけることができたので、はい、ついにレナード先生ここから出ます。よいしょと。はい、下へ降りてね、気をつけてね、レナードさん。もう年なんだから無茶しないで。はいはいはい、降りまして、降りまして、たどり着いた先が、まあ外なんですけど気をつけて。はい、最後まで気を抜かないように。あーね、自分がプレイしたゲームを実況していく、ゲームね。はい、いたた、これはダイエットせねばな、じゃないんだよね、これね。まあ、本当にダイエットしてた方が良かったことになるんですけども。はい、ついに降りたので、先に向かうはね、井戸があるんですけど、これはジェシカ君から投稿か。無人島で変な奴らに追われて井戸に落とされてしまったの、誰か助けてということでね。おかしいんですよね、皆さんご存知の方だったら。ジェシカはチャプター1のモニカ編の時にすでに、シザーウォーカーに殺されていたと。で、今くるくる回してるのはこう今井戸があるよとね。ジェシカは死んでいたはずなのに、なぜかジェシカの投稿がトラップなのではないかと。でね、井戸の下に行って助けに行かなきゃっつってレナルさんが降りていくんですけど、気をつけてね、またね。結構おっちょこちょいだから怪我しないように。あ、降りていきます。でも怖いね井戸って基本貞子とかの俺イメージがあるから気をつけて。はい、ドジったね。そこに落ちてしまったレナードさん、立ち上がってジェシカを、ダイエットが必要だってねはい、ありがとうございます。やってまいりましたシザーウォーカーさんです。さあ、レナードさん早く逃げてください。はい、無理はい、まあつまりこれ分岐点というわけですな。今からセーブデータ、あ、その前にそう、
海難事故のニュースです。1週間近く行方を絶っていた客船オシアネス号ですが、本日沿岸警備隊の捜索隊によってカリブ沖で発見されました。捜索隊によると乗客乗員すべての姿がなく、まるで突然全員が消えてしまったようだとのことです。船内には事故あるいは何らかの事件を示す形跡は発見されておらず、今世紀に起こった最大のミステリーと言えるかもしれません。はい何エンドだったかな。すべてが遅すぎたということで、そうですね、救助を求めなかったっていうのもあるんですけど、はい、ジェシカが見つかってなくて、かつ真ん中入って、すべてが終了と。はい、ということで次回をお楽しみに。本日はまたな。